ドキドキしていた。僕は毎朝8時から始まるテレビ朝日のモーニングショーを見るんだけど、番組の冒頭で可愛いペットの面白動画のコーナーがあって、毎回ホタルもテレビに映るワンちゃんや猫ちゃんに大興奮するんだ。このコーナーにホタルが出演するのが僕の夢でもある。はい、皆さんこんにちは。皆さんは朝何のテレビを見ますか？まあ、見ない人もいるとは思いますが、僕はルーチンで8時からはモーニングショーを、羽鳥慎一のモーニングショーっていう番組を見るんですけど、まあそこの冒頭で可愛いペットの面白動画コーナーっていうのがあって、それを毎回ホタルと一緒に見るんですけどね。ホタルも犬や猫だけじゃないんですけど、鳥とかね、爬虫類もいるんですけど、大興奮するんですよ、テレビに映る生き物を見て。乾杯いくよ。あれにてホタルもね、出たいなーって、いつか出れないかなーって思って、番組のスタッフさんからの連絡を待ってます。あ、これはね、指で、あんまりね、良くないって言われるんですけど、最近もうおもちゃで遊ぶのめんどくさいんで、自分たちの指でホタルとこう遊んで、ホタルがかぶってこう甘噛みしてくるのを楽しんでます。このクッとこうひれ伏せて上目遣いになるホタル。遊びたいサインですね、ホタルの。これ遊ぼう遊ぼうっていう。はい、散歩行こう、ホタル。で、散歩に行く前ですかね、これは。ホタルの好きなおもちゃトップ3に入るのがペットボトルです。あんまりね、蓋のところのプラスチックのとかところが噛み続けると割れて、もしかしたら食べちゃうかもしれないので、あんまり渡したくないんですけど変な顔。ホタルはペットボトルね、大好きですね。こうガチャガチャ音がするのも多分いいんだと思うんですけど、ほら、これこうやってやるともう必死ですよ。ほら、もう取られまいと、こうね、物をこう一旦こう噛むとホタルは離さないんですけど、唯一離すものがあるんですよ。それがね、靴。玄関からね、ホタルたまにパーッと玄関の方に走っていって、ちゃ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 っと全力で戻ってくることがあるんです、リビングに。その時は確実に靴を加えて持ってくるんですけど、玄関からので、靴をね、リビングに持ってくるんで汚いじゃないですか。それで怒るんですけど、その時怒るって言っても、普通にですよ、これダメって言って怒るんですけど、その時はね、今みたいにこう意地になって離さないってことはもう全くなくて、こうやって逃げるじゃないですか、取ろうとすると。普通はね、だけど靴の時はその場でじっとして、ちょうだいって言ってパッと離すんです。あれも不思議でしょうがないんですけど、靴だけ、しかも玄関、家にある靴だけです。外で靴を加えると絶対離さないんですけど、自宅の中で靴を加えると必ず離すんですよ。まあ何かのアピールなのかもしれませんが、散歩に連れて行けっていうね。ああ、かわいい。この服もね、人間の女の子用の服ですね。なんかもう犬じゃないですね、もうこうなるともはや。この座り方かわいいでしょ。でね、最近は西松屋で服を買うことが今まで時々あったんですけど、フレブルのね、専用の服はちょっと高いので、ゼロが1個違いますから。ただね、やっぱりね、前も言いましたけど、袖の部分がね、腕の部分、この服はまだいいですけど、やっぱ腕の部分が合わないんで、ちょっとね、擦れてね、かわいそうだなと思って、まあ安いやつでもいいから、フレンチブルドッグ用の服を買ってやろうと
よいしょ思いまして、まあ、最近はネットで買ったりで、あの、ね、メルカリとかでも、ね、新品で売ってたりするんで安く。あ、何かわいい、何だろ、買いました。ちなみに多分今日届きます。楽しみ。3着4着ぐらい買いましたね。あ、もっと買ったか、もっと買いましたね。僕とマセオで3、4着ずつ買ったから結構なホタル衣装持ちになります。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。